その日、私と香織はリナの家に呼ばれたんです。いらっしゃい。お邪魔します。どうぞどうぞ。お邪魔します。今日お父さんたち旅行行ってるから気にしないで。あ、そうなんだ、うん、お母さんとお父さん仲いいの？普通かな。そうかな。何よ、急に呼び出してひょっとして恋バナ？え、彼氏でもできた？違うわよ。これ、お、新しいゲーム？うん。あ、私知ってる。これってもしかして？そうそう。何？え？呪いのゲーム。何？黒い服の女に取り憑かれるんだよ。もうやめてよ。ページ、ま、ページ、あ、これか。あ、これじゃない？うん。あ、おー、そう、また嘘。嘘、嘘、こっちにいる。あうわー、なんかいた、なんかいた、なんかいた。なんかいた。お化け屋敷にいる。あー、いるみたい。あ、ぽい。あ、これかも。これ後ろにいる。後ろにいる。待って。あ、いた。あ、いた。あ、あ、おいしい。あれ？え、なに？何かこの音が鳴ったらちょっとできた。ああ。いくよー。せーの。あー、出てきた、来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 た。キリッといい。あ、え、やばい。え、何これ。二人撮れる？はい、チーズ。うわー、あ、二人撮れる。やばい。すごくない？何これ、すごい。本当なんか作ってるよ。どうかした？うん、別に。あ、さっきの後ろに黒い服を着た女が立ってる。やめて。そうだよ。楽しかったありがとう。いえいえ、結局何も出なかったけどね。当たり前だ。バイバーイ。リナ一人で大丈夫？大丈夫よ、もうすぐお兄ちゃん帰ってくるし。じゃあね。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。これちょっと濃すぎかな。学校やばいかな。あ、お兄ちゃんおかえり。お兄ちゃん？お兄ちゃんでしょ？お兄ちゃん？お兄ちゃん？お兄ちゃん？あれ？あのゲームで遊んだ次の日、リナが学校を休みました。リナ、風邪かな？連絡もしないで。それとも、それとも黒い服の女に襲われてたりして。え、だったらどうしよう。
もうさっきそんなわけないでしょ。だよね。おっかしいな。いくら風邪でも私の携帯ぐらい出てよ。もうやっぱりなんかあったのかな。そんな心配なら今からリナんち行っちゃう？どうしたの？行こうよ。あのね、香織、あんた昨日見たような気がするの。見たって？何を？それが、あ、リナだ。何これ、どういう意味？ずっと待ってた。あ、もしかしてリナ近くにいるのかも。だったらなんで顔出さないの？もうめんどくさいな。よし。ねえリナ、いるんでしょ？どこなのよ。リナー、リナー、リナー、もうリナーいるなら返事してよ。リナー、あ、またリナだ。これってこの公園じゃない？私たちが映ってるの？リナ、やっぱりこの公園にいるんだ。どっから撮ってるのよ。リナいるの？リナ、何よ。何よ、ふざけないでよ。いや、私たちは黒い服の女に気に入られてしまったようです。妹の身にそんなことが起こっているなんて、その時は考えもしていなかった。リナ、リナか。お前どこ行ってたんだ。心配してたんだぞ。君は？リナが、リナが。リナが？リナが黒い服の女に取り憑かれたって、そんな話。そうとしか考えられないんです。あのゲームで遊んでから、あのゲームの中の黒い服の女が、リナに。これリナですよね？おかしいと思いませんか？黒い服の女になってしまったみたいで。それに、このメールを見た香織が、急に、怖がって走って。わかった。そのゲーム探してくるよ。ちょっと待ってて。
これのこと。ここどこ？わかんない。このメッセージってリナがない。どうしてリナがいる？なんで？リナ聞こえないよ。リナ、リナ、リナ、僕と。